死亡溶解注射を約1週間前にされたんですね。で死亡菌ですら内出血っていうのはここまで出ないと思いますので、今日は二の腕痩せについてご紹介したいと思います。で今回ご紹介したいのは二の腕を効率的に痩せる方法ですね。いろんな方法あると思うんですけども、まずは手軽なのが死亡溶解注射、あとは脂肪吸引があると思うんですね。手軽じゃないんですけども、しっかりとした変化を出したい方は脂肪吸引で、脂肪溶解注射だとなかなか満足できない方だけども脂肪吸引がすごい怖い方っていうのは脂肪吸引注射がとてもおすすめの施設になってくると思うんですね。今回ご紹介したいのは二の腕の脂肪吸引をご希望された方なんですけども、少しここを見ていただきたいんですね。ここを見ていただきたいんですけど、すごくなんか内出血っていうか、あざがすごいのかなと思います。こっちも見ていただきたくて、なんかすごいあざがあるのかなと思いますね。で実は今脂肪吸引をした直後なんですけども、脂肪吸引だとこんな風にあざは出ないんですね。ここ見ていただきたくて、だいたい今 400cc、500cc ぐらい脂肪が吸引できたのかなと思います。今回ご紹介したいのは、この方は実は脂肪溶解注射を約1週間前にされたんですね。で脂肪溶解注射っていうのはすごい手軽にできる分、ダウンタイムとかないのかなっていうふうに考えてる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、実は脂肪溶解注射は内出血が出てしまう場合があるんですね。でそれが今回の場合ですね。もう一回見ていただきたいんですけども、やっぱりこういうふうに脂肪溶解注射ですね、ここだけ出ちゃうっていうのはなんでかなと思うんですけども、もしここにも出ちゃうんだったら、この辺とかこの辺でもやっぱ出てもおかしくないんですけども、ここだけ出てしまうってことは、ここだけにしか脂肪溶解注射はしていないのかなって思うんですね。で二の腕を細くするためには、やっぱここだけじゃなくてこの辺ですね、振り袖の部分とか、あと肩の部分とか、あとはこういうふうに手を下ろした時にも細くするためには、こういったところとかこういったところとか、やっぱ全体的に細くしないとバランスがいい二の腕っていうのを作ることができないと思うんですね。なので脂肪溶解注射だけでここだけ細くするとか、そういったふうにすると後々この部分とかこの部分とか悩んでしまうと思いますので、脂肪溶解注射だとなかなかやっぱ変化はできないのかなって思います。二の腕を痩せる方法って脂肪溶解注射とか脂肪吸引注射とか脂肪吸引とか、本当にいろんな方法あるんですけども、それぞれメリットデメリットは絶対あると思うんですね。で脂肪溶解注射だと本当に手軽にできるってことは確かにメリットかもしれないんですけども、場合によっては内出血をしてしまう可能性がある。今回の方はかなり内出血をしてしまったケースだと思うんですけども、内出血がゼロではない人もいるってことを一つ知っておいた方がいいのかなと思って、今回ご紹介させていただきました。で脂肪溶解注射っていうのは回数を重ねないと変化が望めない。今回の方も脂肪溶解注射をして1週間だけでしたけども、やっぱり夏前に細いとした二の腕にしてってことで、やっぱり脂肪溶解注射ではなく確実な二の腕脂肪菌っていうのをご希望されて、今回手術を選択されました。で今回の方と身長が159センチで体重48キロの方、やや痩せ型のタイプなのかなと思うんですけども、今大体 400cc、500cc の脂肪菌できましたので、夏前にはかなりスッキリすると思います。で脂肪溶解注射と脂肪吸引のいいとこ取りですね、いいとこ取りなのが脂肪吸引注射だと思うんですけども、脂肪吸引注射っていうのはダウンタイムは取れない方だけども、脂肪吸引まだ本当にしたくない方とかっていうのはとても向いてる先生になりますので、それも選択肢の一つに入れておいていいと思うんですけども、ここまで内出血が出ることっていうのはないのかなと思います。で脂肪吸引ですらしっかりとした技術とか経験を持ってすれば、内出血っていうのはここまで出ないと思いますので、これも参考にしていただければと思います。確かに内出血とか本当に出てしまうケースもあるんですけども、ドクター選びのポイントとかそういったことを分かった上で、最悪の状況といい状況全部分かった上で手術を選んでいただければ、ご安心していただければと思います。今回の方の経過、また3日目とか1週間目とかどうなったかっていうのを実際に報告できればと思いますので、そちらの動画も楽しみにしててください。この二の腕脂肪吸引後の経過、3日目とか1週間目の経過はチャンネルの他の動画でもたくさん上がってますので、脂肪吸引終わった後のダウンタイムの経過とか不安な方はそちらを一度見ていただくと、脂肪吸引のダウンタイムとか内出血の具合ってこんなのかなっていうふうに参考にできると思いますので、そちらチェックしてみてください。今回は二の腕痩せをするためのポイントと意識するべきこと、どんな風な手術があるのかも含めてご紹介しましたので、二の腕早く痩せたい方っていうのは一つ参考にしていただければと思います。
この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンを押して応援をお願いいたします。もし何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。